的にね、ありがとうございました。ぬえこちゃんでした。ありがとう。で、幸せ。次のぬえこちゃんに行きたいと思います。こんな感じで、気持ち悪い。ただ今日、ごだらが気持ち悪いだけだけど、みんな大丈夫そう？ただただごだらがキモいだけ。なんだけど、いけそう？はい。次、実家に住んでる、11歳のメス猫ちゃんです。ほう。メス猫ちゃん。トラって名前で。いつもちゃん付けですけどね。めっちゃ甘えてきて、かわいいです。甘えん坊な猫ちゃん、いいよね。しゃ！見ていくか。いきます。トラちゃん。トラちゃん！かわいい。おっててが、とおっててが。てか、かわいいね。何を思ってんのかわかんないけど、かわいいね。トラちゃん。ちょっと。お腹がタプタプだね。このお腹に顔をうずめて吸いたい。もう、風間いろは吸い、もういいよ、これで。もう、おで、これでいい。吸わせてくれないか、それを。お腹すいて。甘え、これで甘えん坊なのが最高だよな。もう、もういいよ。ござる掃除機になる。これでいい。いける。もう吸わせていただけんだったら何にでもなるぞ。で、他の写真もね、見ていきましょうね。でも本当に可愛くついてね。あ、可愛いね。何考えてんのかわかんないのか。わー、クリームパンみたいなおちちが可愛いね。きー。見せられたら、狂っちゃうよ！可愛すぎて。あ、でも、お目目が意外と凛々しくて可愛いね。もう本当にこのまま、もう連れて帰りてー。連れて帰りたいよー。どうしてー。連れて帰りたい。吸いたいよ。なんと今、寝そべりばっかだったんですけどね、なんとゴロンのね、お写真以外にもですね、あら、かわいいね、歩いてるなーのお写真もあるみたいでですね、かわいい！かわいい！いいですね、この、ちょっとじそっとしてる感じがかわいいですね。もう、歩いた時だって、もうさっきのお写真まんま、ほら、見て、このクリームパン、このクリームパンがこうなるわけですよ。かわいいね！どうしてこんなにかわいいのかな、猫ちゃん。かわいい！なんて素晴らしいんだ。尻尾もしましまでかわいいね。ありがとうね。ありがとう、すこ。とっても好き。で、しかもなんですけど、ちょっと待ってくださいね。この方、動画まで撮ってくださってて、ど動画、こちらなんですけど、動画流しちゃうからね。あ、お耳がぴょこぴょこしててかわいいね。かわ、ほら、見て、この耳、ぴょこ見て。チピチピチャパチャパ。違うんだけどね。かわいいね。かわいすぎる。あまりにも、このお耳が、このキュッ、キュッ、このキュッがかわいいですね。かわいい。鬼にピチピチピチャパチャパ、ルビルビだわだわ。ということでございました。はい。ちょっといや、いいぞ。本当のこと言ってくれて構わない。全然大丈夫だ。今日はキモくな。あらららららら。どうやって遊んでるのかな？尻尾出てるよ、君。あらららら、かわいいね。あら、横ちょから毛も出ちゃってるね。かわいいね。あー、これは。見えちゃってます。隠れてると完全に思い込んでるけど、これ見えちゃってますね。あ、かわいいね。かわいいお顔がこんにちはで、あらららら出られないね。あ、出れた。あ、脱出成功。かわいいね。さっきまで自分が入っていたカゴ、あ、もう一回入ろうとしてんのかな。入るって言って飼い主さんが入らない。いやー、かわいい。トゥ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 
でで。でで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 でぷこっ、あ。あ。あ、ちょっと、あ、ちょっと。かわいい。かわいすぎる。100均のカゴにすっぽり収まってしまうぐらいの子猫ちゃんだったんですね。これスネーコですね、スネーコ。かわいい。かわいかったですね。というわけでありがとうございます。こちらのの猫ちゃんでした。